モブキャラと申します。本日は面接のお時間をいただきまして誠にありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人事部のマジと申します。本日はよろしくお願いいたします。まいった、今日は急遽人事部長の人尾さんが出張となってしまって、二次面接の対応に人尾さんの代わりに営業部のマネージャーが勝手に参加してきた。お、営業部マネージャーのパワー荒次郎です。人事部長からは、いいかマジ、超絶ブラック企業である我が社は、正直日本語が喋れればどんな人材であっても確保できれば OK だ。だが近年応募者が減っているのも事実だ。したがって来たものはなるべく手放したくない。なので面接の場はとことんまともな会社と思わせる必要がある。くれぐれも営業部の猿どもの発言だけには注意しろよ。無意味にブラック紙を出させるな。くれぐれもだぞ。我々人事部でまともな会社を装うんだ。いいな。今日はよろしく。モブ君だったね。簡単に自己紹介して。え、ああ、はい。いきなり君付け？いきなり偉そう。すいません人応募帳、けどきっとこれでも本人多分偉そうにしてるのを隠してるつもりなんだろうな。この人たちってマネージャー研修もろくに受けてない上に一般的な管理職を知らない。さらにこの会社はどんどん人を辞めていくから、消去法で上司になってるケースも多いわけ。もともと管理者の能力のないような人間がやるから、管理職って言葉に酔いしれて上司ぶるやつも多いんだけど、こいつときたら、すいません部長。なるほどね。で、なんで前の会社辞めたの？はい、前職はですね、あれ、なんだろう、この違和感。おい、敬語くらい使いなさいよ。もう初対面なんだから、バカタレが。モブは、あ、モブ君は本気でやる気あるの？本気なの？おい、呼び捨て、普段のあれが出てる、上から目線すぎ、本気でやる気も何もないから。いいか、営業はな、分かってると思うが、基本は気合だ。辛いことの方が多い、それは分かってるな。やれるか？あ、はい、営業職である以上はある程度は覚悟しております。ある程度じゃダメです。いいか、本気でやりきるという気持ちが必要だ。その気持ちはあるか？あと営業は当然帰る時間が遅くなることもある。だがこれも結果成長につながる。成長したいという気持ちはあるのか？いや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 、質問が全部精神論。ブラック企業にありがちだから本当にやめて。もう人を持ちマジですいません。で、今までで一番辛かったこと教えてくれますか？はい、そうですね、一番辛かったのは PM、 プロジェクトマネージャーを担当した時ですね。自社だけではなく各ベンダーとの調整なども含め。 PM？ あ、違うよ、辛かったことと乗り越えてきたことを聞いている。くぅ、プロジェクトとか PM とか知らないんだろ。恥ずかしいからもう。辛いこともたくさんあるが、乗り越えた先に新しい自分や成長を感じられるという場所は用意できる。そして共に乗り越える仲間も得られる。それは素晴らしいことだ。約束ができる。成長と新しい自分ですか？いや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 、それもブラック臭の量がもう実施量超えてるから。もう成長とか仲間とか新しい自分とか、応募者はそんなことより給料面とか待遇を知りたいわけですよ。はあ、もう成長とか新しい自分ってまさかあのマネージャーにとって待遇に入ってるってことなのかな。いいか、今も営業は辛いかもしれないが、それでも俺が新人の頃と比較したら断地で今は楽だ。俺らの頃なんてな、数字がいかないとマネージャーや統括にボロッカスやられたもんだよ。ああ、全裸で土下座とか、真冬にコートなしで飛び込み行かされたりとかな。
泣きながら仕事したってもんだよ。けど今思えば当時のマネージャーの愛だったんだなぁと。今ようやく俺もマネージャーになって分かるようになってきたよ。くわー、自分語りがすごい。あと営業行くとよ、基本的にはジュンジュンするまでその会社から出るなと指示が出るわけよ。ははどの会社も同じだと思うがね、客先から出たくてもよ、マネージャーからガン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 電話がかかってきて受注するまで出るなと指示が飛ぶから、もうほんと大変だよ。で粘りに粘り続けた結果警察呼ばれたこともあったな。まあそのおかげで営業の真髄を学べたわけだが、俺はそれも含めてやはり、ああマネージャーの愛だったんだなとやはり思うわけだ。だから俺もこの教えをちゃんと部下に伝えていきたいと思っているわけ。でモブ、いつから来れる？明日から来れるか？おい、まだ採用って言ってないだろ。てかそんな即日 OK 出したらブラック企業確定されちゃうから。もうバカか。すいません人事部長。はい、ありがとうございます。考えさせてください。